こんにちは、しげしげです。伝説の樹海をシバドラでやっていきたいと思います。はい、まずバトル1ですね、スキルを2ターン貯めていきます。はい、で回復をしながら4つ消しで攻撃していきます。はい、でここで先制攻撃が2発飛んできます。4つ消しを含めてサクッと倒しに行きましょう。はい、でここでランダムで遅延が飛んできますね。で今はそんなに多く遅延されなかったので、この次がバインド回復が使えるんですけど、もしねがっつり遅延されちゃったら、ここでロゼルのスキルで光を回復に変換して列でバインド回復してあげてください。もしくはね、もうロゼルに遅延耐性を振っちゃうかですね。はい、でここは、ホルスにアシストしている曹操ですね、使って全体攻撃で与えていきます。はい、であとはコツコツ攻撃していきます。まあ、倒しちゃいましょう。でこの次ですね、100万以上のダメージが無効化されてしまうので調整していきます。まずシバドラにアシストしているライラで強化ドロップを含めない4つ消しで攻撃していきます。はい、で今度は強化ドロップを入れて攻撃していきます。これでちょうど、あーオーバーしてますね。まあでもここで倒しに行きましょう。3つ消しで攻撃していきます。ちょっと落ち込んのっちゃったんですけど、まあ大丈夫ですね。はい、こんな感じで、まあ、2、3ターンで抜けるかなと思います。はい、でボスバトルはエルゲヌビ使わなかったのでここで使いましょう。でホルスでドロップ強化してあげて、まあ、軽く分割してあげれば、はい、倒せるかと思います。ということでサクサク攻略できますので、シバドラを使っている方はぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。